たとえ誰に何言われても自分を信じる、それができたら。はい、こんにちは、代表の森影です。今日はね、今から、RWS ドリブル塾の、京都支部が、オープン、まあ、京都支部を、オープンさせてもらったので、京都支部のオープニングイベントに向かいたいと思います。今ちょっとタクシーで、移動して、これから新幹線乗って京都に行きます。で、京都で、京都支部の代表のゆうたコーチと、あと大阪兵庫の大輝コーチと合流して行きますんで、よろしくお願いします。それではレッツゴについて、ゆうたコーチと合流しました。はい、ゆうたコーチはあれですよね、あの元 J1 の、元 J1 の、J1 リーガーの天才ドリブラーです。そんな感じで、まあ、今ちょっとこれから、ゆうたコーチと一緒に、カフェに向かって、で大阪の、大輝コーチと合流していきますんで、皆さんお楽しみにしてください。はい、たくみくんのその話もそうだけど、でもたくみくんがその体験会社で最初やるときに、なんかなんだろうな、今みたいにこんなしっかりやってなかったよ、大工の体験会社。本当に昔は結構適当って言ったら悪いけど、あんまり俺もなんかちゃんとなんかこうやってたけど、使えるお金もさ、会見会やるにしてもさ、俺がみんなの会場費、会見会のバス代は払ってさ、まあ、今もそうだけど、でも当時そんなに別にお金に余裕あるわけじゃないから、払えて1回2回みたいな。だからもう必然的に土日のどっちかでやるしかないみたいな。こっちの人が集まるから平日よりは。で結果30人と来て6人しか入んない。武見くんなんかは1人しか入んなくて心折れてみたいな。さっきも話したけど、もし匠君がそこで辞めちゃってたら、ね、今はもう、今でもそこはもうキャンセル待ちの状態だけど、今は何しない。ある意味でだから、いろんな、俺もなんかその、よくさ、みんな何かあるときにさ、なんかすごいちゃんと計画書を作ったりとかさ、1年後はこういうふうにとか書くじゃん。俺あれ無駄だと思ってて、だって俺、マジでフランチャイズなんて、今こうなんかやり方あるじゃん。月謝の管理の仕方からさ、なんか、LINE アットで告知する文章のマニュアルとかさ、個人レッスンがこういう風に文章作るとかさ、一切ないから。じゃあなんでできたのって言ったら、やりながら、こうやってやった方がお客さんに分かりやすいなとか、こうやってやった方が俺だったらスタッフメンバーに分かりやすいなとか、こういう風に伝えたら、あ、うまくいったとか、こういう風に伝えたらダメだった、失敗したんだっていうトライアンドエラーを繰り返しながら今マニュアルができたわけじゃん。マニュアルって多分最初から作るもんじゃないんだよ、やりながらやる。俺のスナのスクールもそうよ、練習メニューとかも。お願いします。オーケー、はい、じゃあ行きます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日ね、
この RW です。まあこれドリブル軸で覚えないでほしい。まず RWS ドリブル軸、はい、やってみて、せーの、 RWS ドリブル軸。そう、そういうことです。 OK ですか。で、コーチは、シューコーチって言います。本当に、はい、やってみて、せーの、シューコーチ。そう、シューコーチで、このコーチが、このコーチが京都と滋賀に RWS ドリブル軸を今後スクールでやっていくんですけど、その担当コーチになって、なんと元 J1 プロサッカー選手、やばい、拍手、やばい、プロだよ。まだプロで、まあ、年齢はコーチより上なんですけど、世代別って言って、あのアンダー16とかアンダー15とかの時に日本代表だった。日本代表だよ、日本代表だよ、知ってる、やばくないですか。日本代表知ってる、日本代表わかるでしょ。あ、日本代表だ、日本代表だった、日本代表で、でアルビレックスとかで、ね、いろいろプレーをしてて、今は RWS のコーチになったユータコーチです。あ、言ってみて、せーの、ユータコーチ。そして今カメラを回してくれるのが大阪兵庫支部代表大輝コーチです。あ、言ってみて、大輝コーチ。はい、ありがとう。で、今日はいいですか、基本的にシューコーチと、ユータコーチで練習をやってきます。で、今日みんなに真面目に、伝えたことが一個だけあって、これはシューコーチが今は全国いろんなところ行ってきて思った、ことなんですけど、今日絶対練習やってる中でね、難しいこと絶対ある、ね、でもそこでみんなが多分考えること、何かできなかった、ね、何かやろうとできなかった、そしたら絶対にさ、できるかな、できないかな、この2つで考えるじゃん。違うんだ、人生にとって一番大事なのはできるかできないか、やるかやらないか。あ、言ってみて、できるできないじゃない、やるかやらないか。まあ、今皆さんもお気づきだと思うんですけど、この2人の子は、シューコーチが普段埼玉で、教えてる子たちです。この子は週に5回毎日やってます。月曜日から金曜まで2年生で、4年生のこの週3回ですね、で合ってる子です。そう、天気って言うんだけど、まあ、今日みんなもできるかできないかじゃなくて、やるかやらないかを意識して頑張りましょう。 OK ですよ。はい、じゃあコーチが挨拶する、コーチが挨拶、いきます。はい、いきます、挨拶します、いきます、気をつけ、はい、気をつけ、はい、お願いします、お願いします。 OK、したらまず今これどう、向かい転、そう、これ回転がしないようにする。で、今シューコーチのこの触ってない方の足、これ今どうなってる、足動いてる、動いてない、動いてる、動いてる。でなんでこれやるか、なんでこれやるかっていうと、じゃあドリブルの時に、じゃあまっすぐドリブルする時、じゃあ普通にこうやってドリブルする人いる、いない、いないよね。絶対ドリブルする時は得意な方の足でね、こうドリブルするじゃん。で、このボールと自分の距離感、これを覚えるためのこのインステップリフティング、リフティング OK。 まずこれを100回、1、2、3、ここも早くしないと相手についてこられちゃう。OK? OK? 親指、ここはゆっくりでも大丈夫。親指、1、2、3、3を早く、3を早く、 OK? バンペット、じゃあ行こう。You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear. So, 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 so,これも絶対ボールと一緒に止まれない、ね、だからこういう時に何やるかっていうと、こういう感じ、オッケー。今シューコーチがボール触ったら、右の方ランスで2回変わって、シダス、シダス、シダス、抜く、ついてく、ついてく、相手ついてく、相手ついてく、相手ついてきたところ止めて、ドン、オッケー、小指で止めて、もう一回あるよ、もう一回あるよ、ここはゆっくり、ゆっくり、速くで、ついてく、下がる、で、ついてく、
都府県名もう京都にもいる。たった4年だぞ。いいか、人間っていうのは努力も大事だけど考え方が変わるから自分の目標夢っていうのを叶えられる。これがみんなで大事だ。いいか、自信を持つこと、自分を信じる、これを欲しいことが一番伝える。いいか、これが先。たとえお父さんお母さんにサッカー選手なんて無理だと言われても自分を信じる。たとえ自分の学校の先生に、ゆずくん、もう無理だよ、お勉強させるサッカー選手は無理だから、違う、そしたら何を信じるんだっけ。自分を信じる。たとえ誰に何を言われても自分を信じる。それができたら大抵の目標と夢は叶う。そう、こう着とそれを伝える。 OK? はい、はい、okay、あと自信持つんだ、はい、okay、いいね、いい感じだ、素晴らしい。そしたらみんな目指してうまかった、絶対できるから。今日の初めてのお付き合いの話ね、忘れたらママとパパに聞いて OK? 今日のこの最後の話もパパとママに聞いて、これが一番大事だ。 OK さん、はい、嬉しい。で、またね、あとお父さんお母さんに LINE するんですけど、7月から、毎週木曜日で、この京都支部の代表の、ゆうたコーチに、こっちで毎週木曜日6時から8時でスクールを、開講ですね、挟まれますんで、で、6月に、無料体験会を全部で2回か3回かなやらせてもらいますんで、その日程も、後ほど送らせてもらいますんで、ぜひよろしくお願いします。で、もしその体験会の中で例えば今日の練習とかもそうなんですけど、例えばうちの子ついていけないんじゃないかなとか、うちの子大丈夫かなとか、そういうもし不安だったら一切気にしないでもらって大丈夫です。そのやっぱり最初からできることって絶対ないんですよね。例えば今日お手本やっていた2年生と4年生の子も、僕はこの子なんか年長さんから見てて、この子も同じく年長さんから見てるんですけど、最初リフティング5回とかです。もうほんと5回6回とかです。でもお父さんお母さんがこの RWS ドリブルテックというのに信じて任せていただければ、僕たち今日の2時間見てもらって分かったと思うんですけど、本当に本気です。この2時間は終わったら子供と一緒にふざけます。もうほどけるし、お父さんお母さんともコミュニケーションを取らせてもらいます。ただ僕この2時間は言うたコーチもですけど、子供のことしか見えてないです。この2時間周りのこと僕は一切見えてないです。子供を楽しませる、僕らが一見ふざけてるように見えたかと見えたかもしれないですけど、あれはふざけてるんじゃなくて、僕は楽しいとか好きとか、それが全てだと思うんですよね。やっぱり好きだから上手くなりたい、好きだから負けたくない、好きだから練習するんだ、僕これが全てだと思うんですよ。で、今やっぱりなかなかチームとかだとやっぱ勝ち負けっていうのがあって、やっぱどうしても試合でも楽しくできない。僕はやっぱ試合とかサッカーを楽しんでほしいんで、なんで今日、まあ、いつも RWS っていうのはこういうスタイルで指導させてもらってるんですね。ただ練習中はすごい細かくアドバイスします。すごい足のつき方とかすごいこだわってます。ただ最後のゲームとか一対一は思い切って楽しんでほしいですよね。で、最後楽しかったと言ってグラウンド出てほしいですよ。なんでまあそういう雰囲気も、まあ、このゆうたコーチがバシバシも作ってくれますんで、また無料体験会やらせてもらいますんで、今後ともよろしくお願いします。お願いします。じゃあみんなコーチが挨拶して、お父さんお母さんに挨拶して、最後挨拶して OK ですか。コーチが挨拶します。行きます。じゃあ保護者を、保護者は主コーチがやります。絶対にまず言うたコーチが J1 のプロサッカー選手だから、ね、もっと、うん、帰ったら伊藤優太で YouTube 調べてみ、知ってる、見た、もう見てます。行きます。見てます。行きます。気をつけ、あんまり声パーってないで、失礼だ、こう中に気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。お父さんお母さんの名前で最後挨拶しましょう。いただきます。最後みんなちゃんとお父さんお母さん挨拶するぞ。あ、ハタハタハタ、お父さんお母さん、ハタハタ、ママが一番のファンだから挨拶しないで、いきます。気をつけ。2時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。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 回してる、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。京都府、オープニングイベント京都支部無事一発目終わりました。どうだったゆうたこち。いや、僕自身がまず楽しかったですね。そうだよね。楽しかった。やっぱりなんか俺も思ったけど、すげえ楽しい。大輝くんどうだった。いやもう楽しいですよ。やっぱりもう全然いつも楽しいんで。
楽しかったよね。教えることがこんな楽しいものだと思ってなかった。あプレイしてたらそれ楽しいですけど、やっぱ教えるのってやっぱ難しいとか、やっぱいろんなことを考えちゃうんですけど、うん、やっぱそうですね、RWS はやっぱ教えてる側もやっぱ楽しいんで、確かに全体が楽しくなりますよね。そう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 、フットサル場も、うん、今日はあのすごかったもん、でも動画見てわかるけど、まあ、この前に動画でも流れてるサッカーの動画、もう本当、まあ、う上のコートあんじゃん、 OK です。であの上のコートでやってるサッカースクールの保護者が下まで降りてきて見に来ました。ここで俺らここで奥側でここでそう俺らここでやってたんですけど、上から見に来たりとか、もうなんかすごい盛り上がりが尋常じゃなくて、でやっぱしかもあっちで挨拶したんですけど、中で終わった後の拍手とか、そうお母さんたちの自然な、やっぱ愛折れてんから結構やっぱ嬉しいのありがとうございましたって言った時に拍手が自然に出るってさ、人ってさ脳でさ手を動かすときにさ感情がなかったら動かないじゃん、自然にこう手が動くみたいな。で俺すげえ俺は嬉しいことだと思うんだよ。だから優太もさプロでやっててさ、やっぱサポーターが声出して応援してくれるとかさ、自然にこう拍手するとかってさ、もう人間の脳とかさ人の気持ちが動いてるわけじゃん、人の心を動かせるっていうことがやっぱ自分らにあるだけで、やっぱすごい幸せなっていうのはめちゃくちゃ感じたし、またそれでしかも今日ね、もちろん初めてはできない子もいるけど、だからそもそもゆうたに出会って、ゆうたにこれから毎週教わってどんどん成長していく過程がさ、ゆうたも一緒にこう見れるわけじゃん、いやマジ上手くなったなみたいなさ、そうですね、どんどんなっていくわけじゃん。僕は埼玉支部のその人とかも子供たちを見てるんで、うん、やっぱそのできないとこから、僕は今できるとこしか知らないですけど、うん、できない過去があったんやなと思うと、やっぱこんだけ上手くなるんやなっていうのがすごいやっぱ楽しみですよね、やっぱり。そうだね、そういう子たちをまた関西でも作ってさ、でまたそのドリブルを、はい、ドリブルをきっかけにサッカーを好きになってもらって、でまた自主練習になって上手くなっていくっていう、最後のも言ったけど、結局、まあ、どんなにいい練習を教わろうが、子供がサッカー好きじゃなかったら、はい、結局ね中学校になったらさ、もういや何も言わなくなるじゃん、自我で練習しなくちゃいけないじゃん、いろんな誘惑もありますからね。そういろんな誘惑もあるじゃん、上に行くにつれて、そう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 、いろんななんか中学校行ったら先輩誘いで遊びとかさ、はい、でもサッカー好きだったらブレないと思うんだよね、結局サッカーだけは真面目にやろうってなると思うから、そういうところを伝えてきたりとか、そうですねって感じで、また今後ね、まあこの毎週木曜日に宇治港という形で、京都の方では毎週木曜日の6時から8時でベルファ宇治フットサルコートで、スクールやらせてもらいますので、無料体験もやりますんで、必ず無料体験の申し込みは、インスタグラムか、YouTube の このお知らせっていう投稿か、公式 LINE ですね。で、ドリブル塾 の この一番告知早いのは関西支部の、公式 LINE で一番最初に流れます、インスタグラムよりも。最後埋まっちゃう場合あるんで、今回ももうキャンセル待ちだし、なんで公式 LINE を登録しておいてください、必ず。で、関西支部の公式 LINE は、概要欄に貼っておきますんで、その公式 LINE ももう URL 貼っておきますんで、それクリックするだけで、追加できるんで、そしたら僕たちからの京都の体験会がいついつっていうのも、届くようになりますんで、必ずそちらも、チェックお忘れなく登録してください。で登録してくれるだけでね、あのドリブルが上手くなる動画を、はい、14個プレゼントさせてもらってますんで、全コーチの動画っていうふうにメッセージいただければ動画もプレゼントさせてもらいますんで、必ず公式 LINE の、登録も忘れずにお願いしますって感じで、これから京都頼みますよ、元 J1 リーガー RW さんの楽しみ楽しみでしかないって感じで盛り上げていきます、ね、大コーチも本当に今日ありがとうございます、ありがとうございます、大コーチ、はい、めちゃくちゃ助かりました、本当にって感じで終わりにしたと思います、はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう、ありがとうございました。